まだ赤コーナーでは加山への花束の贈呈が続いている。花束の列が終わらないという感じ。赤コーナー147番の渡辺事務所属日本ウェルター級チャンピオン加山俊晴。ここまで13戦して12勝 7KO 1分け、負けはありません。 KO 率は5割8分です。青コーナー146番の2分の1大倉事務所属日本ウェルター級1挑戦者佐伯真嗣。佐伯は17戦して14勝 12KO3 敗、 KO 率はなんと8割6分です。浅尾和信同じくウクリッド・サラサス同じく金谷武明。日本ウェルター級タイトルマッチ、ジャッジは3人です。森田健、レフェリーは森田健です。両者を呼びました。さあ、どんな日本ウェルター級タイトルマッチになるのか。コミッションルールをよく守り、タイトルマッチにふさわしく先生どうぞどうぞ。よっ、中央では加山は少し攻め勝ちでした。佐伯の方も加山を見ていなかったような気がします。チャンピオン加山の2度目の防衛戦、佐伯は引退覚悟の今日のタイトルマッチです。第1ラウンドゴングが鳴りました。とにかく佐伯はチャレンジャー、もうこれが引退覚悟の試合、1ラウンドからガンガン行きますよと話しておりました。どうでしょうか。とにかくこの試合は手数で上回らないことには話にならないという話をしていました。さあ、前には出ていきます。チャレンジャー黒いトランクスの佐伯、おっと左のジャブです。しかし前に出ていく。さあ、ボディです。やはり佐伯はこう前に出ていきますね。前に出てきますね、はい。おそらく KO しか考えてないと思いますけどね、ただですね、はい、まあ、最近はパンチあるんですけども、打たれもろさ、またそのパンチもまともにね、はい、打たすとこ悪いところありますからね、加山としてはじっくりですね、特にその右ですね、はい、特にそのカウンターいいもの持ってますからね、十分その加山としてもその倒すチャンスあると思いますよ、はい。さあ、そして大橋さんは試合前、はい、この加山の左ジャブを指摘されてましたけども、いい形で出てるんじゃないですか。そうですね、非常にスピードがあってね、はい、タイミングのいい左ジャブをね当ててますね、はい。この左が当たれば、得意のね2ストレートがスムーズに出ますから、うん、本当にいいジャブだと思いますね、はい。ただ気をつけなきゃいけないのは、はい、いいです。ちょっとたまにねロープに詰まる場面があるんですよね、この辺ちょっとねしっかりガードをして、ウィービングをしたりして、はい、あまり長くねロープに詰められないことですね、それを気をつけてもらいたいですね、はい。そして前回の初防衛戦ではちょっとガードが低めだった加山なんですが、今日は意識して上げてますでしょうか。相手がハードパンチャーということで、まあ、そうですね、はい、いつもよりガードしっかりしてますよね、相手がそのパンチがあるということでね、はい。加山の方は作戦を聞きますと、最初はとにかく佐伯のパンチがどのぐらい強烈だといってもどのぐらいあるのかちょっと見てみたいという話はしていましたが、ただ加山も打ってきました、ただですね、佐伯の試合何度か見てるんですけども、はい、まあ、今日それほどそのスピードがないですよね。あ、最近の方ですか。スピードがないということはそれだけそのパンチにね、はい、威力がないということでしょうね、ただそのまともにね、加山としては打たしちゃいけないということでしょうね、はい。そうですね、前には出ていくんですがそれほどスピードが感じる動きではありません、黒いトランクの佐伯です。まあ、その分ね、加山としてもその相手のパンチ見えるじゃないですかね、はい。ただ佐伯は一昨年はもうこれ以上強くならないと自分で決めて1回は引退を決意しました。それでもやはりチャンピオンになりたいと戻ってきた、このあたりの気持ちが今日のこのチャンス、このタイトルマッチで出てくると思います。やはりね、以前より増してそのチャンピオンになりたいっていうね気持ちを持って戻ってきましたからね、はい、そのね精神力っていうのも侮れないですね、はい。実は加山の前回初防衛戦の相手小松真一も、まあ、かなり長くやってこれが最後のつもりでという試合だったんですが、その時も相手の小松はかなり気迫を持って攻めてきました。それに序盤は加山手こずった感じもありましたが、加山いいですね、この左ですね、はい、相手入ってこないですからね、はい。左から右を持っていった佐伯ですがちょっと距離があります。そうですね、スピードそして力もあまり感じない。あ、しかしこの左フックは強烈そうです。空を切りました佐伯です。第1ラウンドは左ジャブをうまく使いました。様子を見たという感じのチャンピオンの加山です。
チャンピオンの加山俊治トレーナーに話を聞きますと、今日のポイントは2つです。佐伯の左フックにどう対応するか、そして打たれ強いこの佐伯に加山のパンチがどれだけ通用するのか、その2つでしょうと、まあ、当然なんですけどもね、まあ、そういう話でしたけどもね。ただその佐伯のですか、あのスピードパンチがその左フックでも右でもちょっと大振りですよね。そんな感じしますね、第1ラウンド、まあ、あの加山としてね、はい、1ラウンドを見た限りは作戦としてはいいですよね。相手の出花にその左ストレート、はい、左ストレートを打って、はい、踏み込んでくるとその身をね、うまく当ててますから、はい、さあ加山右を当てます。いい右クロスですね、今のね、はい、得意のパンチです加山。大熊さん、はい、赤コーナーの、まあ、渡辺会長もですね、特にあのラウンド間に大きな指示は与えていません。落ち着いて今日の戦況を見つめているという状況ですね。はい、やっぱりしました。でまだまだね、そんなにあの力を入れたパンチは必要ないと、はい、でタイミングよくきっちりとこうパンチを当てるだけでいいと、こういうことを言ってます。なるほど。さあここに来て加山の右のアッパーも見られました。まあ、前回の相手はサウスポーということでなかなか右のアッパー出なかったんですが、タイトル挑戦前々回の試合ではこの右のアッパーが有効に決まっていました。大熊さん、はい、一方の青コーナーチャレンジャーサイドですよね、西条会長、まあ、動きはまずまずだと、はい、過去2回のタイトルマッチに比べたら非常にいいんじゃないかという話をしてましたね。なるほど。ここまで2度タイトルマッチをしております佐伯ですが、2回とも本人の言葉では完敗という話をしておりました。1度目は3年前の平成8年でした。当時チャンピオンの佐藤仁徳、4ラウンド KO 負けでした。そして一昨年平成9年にも一度タイトルマッチをしております。その時の王者は中原誠でした。判定負け、まあ、その中原を加山が倒してチャンピオンになったということなんですが、さあ加山右です。まあ、あの加山 の、ね、あの右なんですけども、そのサバナガール打つその 右はその威力はないんですけど、はい、前に出てね、あの踏み込んだそのパンチっていうの威力ありますよね。まあ、でもこう加山それほど威力はないかもしれませんが、下がりながらでもこう右が出るんですね。まあ、そうですよね、タイミングさえ合えばね、下がりながらでもね、効きますからね。あ、そうですか。それと佐伯選手確かにね、パンチにスピードがないんですけれども、右です。これでね、加山選手の足が止まってしまうと、うん、このブロックの上からでもあの大振りのパンチをね、はい、食ってしまいますとね、このどんどん佐伯君が調子に乗って打ってきますからね、はい、あの大振りのパンチは空振りさせることですね、はい、まあ、空振りさせますとその分だけ疲れますしね、佐伯もね。そうですね、さあ加山が先に左と当てていきます。これでは佐伯いけません。本人もこの加山のジャブをどう外していくか考えてますというような話もしてましたけども、これをもらってしまってますね。まともにもらってますもんね、打つタイミングはね、出ないですよね、はい、右を大きく持っていきました佐伯ですが、それほど力がありませんでした。とにかく あと加山うまく右を入れます。ショートの右です。前には出ていく佐伯ですが、どうもパンチが当たりません。加山右左、ちょっと来ましたね、ちょっと足に来てますね、はい、うん、聞いてます聞いてます、足に来てますね、ちょっと来てますね、はい、ここで第2ラウンド終了です。第2ラウンドに加山のいいパンチが入りました。右のパンチ、それが最近少し効いた感じです。第2ラウンド終了です。序盤は様子を見ていくと話していましたチャンピオンの加山ですが、先ほど第2ラウンドにもういいパンチが入りました。右のパンチでしたが、テンプルですね、はい、このパンチでね、最近は足に来たんですからね、そんな感じですね。ちょっとね、膝のバネがね、あの一発で、膝のバネが突っ張ってしまいましたからね、はい、ちょっと足来てましたね。さあ今日は横断幕もこの後楽園ホール吊るされております。加山俊治目指す世界へというところも書いてありますが、本人もまだまだ上を目指したいと話します。加山選手はあれですね、この終盤勝負だとかけると思ってると思うんですけど、はい、その力を抜いたね、非常にこのスナップの効いたパンチを、ね、打ってますよね、はい、やはりこういいパンチが入ってもやはり終盤という感じなんですかね、セコンド感としては陣営としては。しかしね、今ねいいパンチ当たってますからね、はい、この辺でもう強いパンチをね、はい、力強いパンチを打っていってもいいと思いますけどね、はい、加山のこれまでの試合を見てもいいパンチが入ってもこう1回待ってしまうような、ね、場面が何度かありました。相手がもう1回来てくれたら自分は行くんですがと、そのあたり自分では、ちょっと不満のような話もしておりましたけどもね、まあ、でも自分は一気に畳みかけるタイプではないんですよというコメントでしたけども、どう
してもね、佐伯君はあの左ジャブがね、邪魔でね入っていけないんですよね。そうですね、あの左を止めるには、はい、この右をね合わせてかぶせていけばいいんですけど、どうしてもねスピードが違うんで、このついていけないという今状況ですね。佐伯サイドとしては香山の左ジャブかなり警戒していました。体を振って中に入っていければと話したんですが、なかなかそういう状況になりません。まあそうですね、やはりスピード動きが違いますからね、タイミングがその全部外されてますよね。とにかく佐伯はここ最近では一番調整がうまくいきましたと。もう1週間前には減量の方はリミット近くまで行っておりましたが、香山の右です。しかしどうも1ラウンドから動きスピードがないように見えます佐伯です。それとこう見てますとね、はい、この佐伯選手ちょっと顔面にばかりね攻撃が集中してるんで、はい、もう少しねボディとかね、はい、いいパンチですね香山、その上下に打ち上げたいですね。はい、今日第1ラウンドの序盤はボディにも打ってたんですが、やはり香山君勘もいいですからね、そう簡単にはパンチ当たらないですよね。そうですね、特に上のパンチは当たらないという。さあ香山左を入れていく、右のフックは大振りです。香山読んでいます。さあボディです。この攻撃から上につなげていきたい佐伯です。第3ラウンドまもなく30秒を切ります。香山左、本当にこう力を抜いて、まあ、余裕ではないですがリラックスした感じのチャンピオンという感じもしますけども、まあ、そうですね、余裕持って戦ってますよね、はい、その分その佐伯の方がですね、いわゆるスピード動きが悪いですよね、よく見えると思いますパンチ、はい、佐伯の方としてはなんとかこの状況を打開しなくてはいけないんですが、強烈な左ヒックは空を切ります。どうしても大足もないですからパンチ、やはりその大振ですね、大振なパンチはやはり見えますからね、さあ第3ラウンドもう時間がありません。このラウンドも香山がいい感じ、リズムに乗った攻撃を見せました。第3ラウンド終了です。チャレンジャー日本ウェルター級1位大倉ジムの佐伯慎二です。27歳、生まれた年は香山と一緒なんですが、もう誕生日が来ました。一つ年齢が上です。身長は香山より3センチ低い178センチ。日本タイトル挑戦は今日が3度目です。今日の試合引退覚悟の一戦、この試合が最後のつもりで戦うと言っておりましたが、どうも最初から第1ラウンドからリズムがつかめません。試合は第4ラウンドです。ボディからアッパー、そして右を持っていきました。香山の方は先ほどのラウンド間もこうセコンドの言う言葉に笑顔といいますか、見えてた感じもしましたね。さあ左です。かなり、ね、余裕を、ね、持っている気がしますね、はい、その余裕から、ね、この油断に、ね、繋がらなければ今いいですよ ね、 そうですね、余裕が油断に変わらなければいいんですが、試合になると鋭い目つきで相手を睨みつけます香山です。大島さん、はい、その香山サイドなんですけれども、まだまだねちょっとあのパンチに力が力みが入ってしまうような感じがするので、はい、もっとタイミングで速いパンチで的確に当てるようにというふうに会場から指示が出てますね。はい、香山のパンチの持ち味はキレです。こう力強さというよりもキレで相手を倒すという香山です。前回の初防衛も、そして前々回のタイトル初挑戦も相手のまぶたを右のパンチで切りました。それぐらい切れ味鋭いパンチです。大熊さん、はい、青コーナーの指示としてはですね、とにかく左をもらいすぎてるんで、とにかく頭を振れと、はは先にパンチを入れると、そのパンチは下から下からだと、はい、こんな指示が飛んでますね。なるほどね、放送席の指摘と同じということなんですが、なかなか体を振ってという感じにはなりません。佐伯です。さあ右、香山の右です。細かいパンチを佐伯は返します。香山は狙っている感じもありますが、まあ、最近のパンチはねごとごとく外してますよね。そうですね、まあ、それだけスピードないですよ、正直言いましてですね、香山サイドとしても予想したよりもスピードがないんじゃないかと思うんですけどね。思っても本人がね一番よくそれは知ってると思いますよね。はい、まあ、かなりパンチ、佐伯のパンチに、はい、右、脅威を抱いていました香山です。今のワンツなんかね、はい、いいワンツなんですけど、もうちょっとその踏み込みが欲しいですね。さあ試合は第4ラウンド、もう完全その試合の流れは香山の試合の流れですよね、そんな感じですね。はい、佐伯としてはそれを変えなくてはいけないんですが、そして香山の方としてもこのままこういうリズムでどっかで山を作ってくれるのか、まあ、おそらく後半でしょうね、山作ればですね、はい、このままのそのペースでいってですね、はい、さあ左当たります。
これを佐伯はうまく左右に頭を振って避けられません。中に入れません。難しいですよね。難しいですか、右です。右から左だ。右ですかね、今ね。右からその左返したんですけどね、右は効いてますよね。はい、ダウンを奪いました。この第4ラウンドに山を持ってきましたが、ちょっと時間がないか。佐伯は立ちました。あと10秒です。右行った、もう一回右、右一気に行くか。時間がないか。効いてますね。効いてますね。効いてますね。さあ最後のパンチ、ここでレフェリーが止めました。第4ラウンド終了ですね。して第4ラウンド終了。お客さんの歓声でゴングが聞こえませんでした。時計がゼロになっておりました。第4ラウンド終了です。日本ウェルター級チャンピオン香山俊治、前半に山を持ってきました。見せてくれました。第4ラウンドダウンを奪いました。この右ですね。そして左フォローしました。はい、まあいいね、右が打つから左の返しもね、打てるわけですからね。まだこの回ね、ちょっとまだダメージ残ってると思いますよ。あ、佐伯ですか、そうですか。まあ、その後も香山攻めたんですが、ちょっと時間がありませんでした。佐伯の方はゴングに救われたという感じ。さあ右、さあまた右、さあここは強引に行くぞ香山。もう強引にていいですね。はい、ここは一気に倒していきたい。右アッパー、効いてますね。効いてる、効いてる、効いてます。さあ右入った。ここでレフェリー止めました。佐伯はもう手が出ませんでした。第5ラウンド KO 勝ち。日本ウェルター級チャンピオン香山、2度目の防衛に成功です。香山としては会心の勝利じゃないですか。まあ、勝利ですね。チャンスは逃さなかったですよね。はい、見事な KO ですよね。そうですね。いやーでもこれだけこう強引に行く香山というのもなんか初めてというか。そうですね、まあ、今日の試合に限って言えば本当に完璧ですよね。本当に今日悪いところはなかったと思いますね。はい、非常に落ち着いていました。冷静に序盤進みまして第5ラウンドに KO 勝ちという香山です。現在認定証が渡されております。日本チャンピオンになっておよそ1年です。2度目の防衛に成功しました。チャンピオンの香山俊治、前回の初防衛戦では終わった後勝ちましたけども、ちょっと不満そうな表情を見せていましたが、今日の表情はしてやったり予定通りという表情ですが、予想では後半に山があるかなという予想でしたけども、これまあチャンス思えばね、はい、一気にいっちゃったですよね。はい、そして勝利者賞が日刊スポーツ、そしてテレビ朝日から送られたところです。しまった、いい笑顔を見せている香山俊治です。伊大輔様よりロックアウト賞が贈られます。さあ、それではコマーシャルをご覧いただいて、その後インタビューなどしたいと思います。お願いします。ただいまのテクニカルロックアウトタイム5ラウンド30秒、香山俊治選手のテクニカルロックアウト勝ちでございます。さあ、香山のこれは第4ラウンドのダウンシーンです。この右ですね、右ですね。ちょうど最近の 出花ですね。さあ、そして第5ラウンド一気にラッシュをかけました。佐伯の手が止まりました。正式 TKO タイム5ラウンド30秒という香山でした。さあ、素敵な笑顔がこぼれております。香山にインタビューしましょう。それではお待たせいたしました。2度目の防衛戦、見事ノックアウトで勝利を収めましたチャンピオンの香山俊治選手です。おめでとうございます。ありがとうございました。あ、嬉しいです。思いっきり笑顔を見せてました。本当に満足いく勝ち方じゃなかったですか。そうですね、作戦立てて一生懸命練習して、ね、その作戦通りに試合が進んでね、でチャンスがあれば倒すっていう飯田トレーナーと慌てなくてもいいっていうことでね、じっくりいったんですけど、いいの当たって本当に嬉しいですね。はい、こういう思い通りの試合っていうのはなかなかね、考えてても難しいかと思うんですが。そうですね、初防衛の時はちょっと何とも言えない試合で、みんなにちょっとこうね、いい思いっていうかね、させることができなかったんでね、今日は何としても KO で勝ちたかったんで、1位の挑戦者を KO で勝ったんでね、
みんな少しは今日はもうみんな満足してもらえたらと思います。とにかくあの今日のこのお客さんの歓声、そして花束の数すごかったですね。そうですね、こんなにたくさんの、ね、中でやらせてもらって本当に嬉しいと思います。まだまだこれからもっと強くなります。ここで終わりじゃないんで、もっとみんなで僕に付き合ってください。またもっともっと強くなりますんで、ありがとうございます。見事今日ノックアウトで勝利を収めました。2度目の防衛を果たしましたチャンピオンの加山選手です。大きな拍手をお願いいたします。今日のインタビューは本当に力強い、まあそうですね、何もかもその満足の表情ですよね。ただ本人も言っていました、もっともっと強くなりますから、大橋さん、そんな気がするんですけどね。そうですね、やはりね、今日一番良かったパンチっていうのは、左のジャブですね、左のジャブが本当にスピードがあるんで、あのパンチがあったから、この右ストレート、右がパンチが当たったんでね、左ジャブをね、今日のリズムを忘れないで、これからはね、どんどんもっと上、目指してもらいたいですね。まあ、それにしましても、タイトル初挑戦でベルトを取りました、初防衛を乗り越えて、今日の指名試合も乗り越えてと。いう加山、この後ちょっと泣きになると言いますか。いやいや、もう気合はね、あの引き締めてですね、また次の防衛戦ありますからね。なるほどなるほど、ただこの非常に高いハードルをいくつも乗り越えてきたという加山です。そして乗り越えるたびになんか本当に強くなっていくような気がしますが、本人も周りもまだまだ強くなるということですが、試合は第5ラウンド TKO ということで、チャンピオン加山俊治、トップコンテンダーの佐伯真嗣を破りました。ただ佐伯の方はどうしたんでしょうか。もうちょっとスピードが、もっとパンチだという気がしましたけどもね、あと体の動きですね、もう少しいいんじゃないかなと思ったんですけども、予想以上にちょっと悪かったですね、はい、そんな気がします、ね、大橋さんどうですか。佐伯やはりもうこのスピードの差というのはね、でもどうしようもできないという、まあ、そんな内容の試合でしたよね、一言で言いますとね。そして左ジャブに関しても、まあ佐伯サイドは読んでいたんですが、この左ジャブを外すことができなかったと。そうですね、あのロープに詰めても、あの逆にね、あの田山君のペースになってますし、ちょっとでもどうしてもできないって感じでしたね。そんな感じしましたね。さあ、それではちょっと試合を振り返りたいと思いますけれども、さあ、これは第5ラウンド加山の連打でした。まあ、第4ラウンドにダウンを奪いまして、その後も攻めました。ゴングに佐伯が救われた形で第5ラウンド始まって、ちょっと見て加山が一気にいったという、まあ、それもチャンスと思ったですからね。アッパーから行きました。もうこのアッパーで効いてましたね、まあ、効いてますよね、ただですね、あのちょっと顎があって、いわゆるガードがね下げて打つでしょう。この辺はちょっと危ないですよね。もう少しその加山ですね、もう少しその顎を引いてガードしっかりしたとこからね打たなかったら、まあ、あのこういう最近のような相手ばっかりじゃないですからね。そうですね、言われますとちょっと顎が上がってというところはありますか ね、 すね、しかし、まあでもこれ出来としてはね、はい、この長期政権をね予感させる出来でしたね、やはり長期政権予感させますか。そうですね、まあ、あの渡辺ジムは長期政権取りました。吉野博之もついこの間復帰しまして、一つクラスを上げるようですけどもね、そのあたりも加山は刺激になってるって話でしたけどもね、まあ、そうでしょうね、まあ、憧れてる先輩ですからね、あのすごくねライバル意識も今あると思いますよ。ですね。さあ、これは第4ラウンドに加山が奪ったダウンシーンです。右のフックから左をフォローして佐伯を倒しました。上昇加山俊治、まさに上昇、2度目の防衛に成功しました。さあ、そして、まあ、本人あんまり先のことは考えられないんだけど、重いクラスだし、なかなかこれから上へというのは夢のまた夢じゃないかというような話もするんですけどもね、まあ、とにかく国内に敵がいなくなるぐらいまでという気がしますが、まあ、そうですね、そのためにはですね、やはりその練習を怠らないで、いわゆるその日常生活もきちんとしたね、生活をするということでしょうね、まあ、先ほども指摘がありましたけども、ちょっと、打つときに顎が上がるんじゃないか、そのあたりも直したいところですし、もちろんガードとね、顎をもう少し引いてですね、現在最終ラウンドご覧いただいております。もうこのあたり加山は倒そうという感じで向かってきました。この右アッパーで引いて一気に行きました。佐伯は手が出ませんでした。右のストレートも入っております。レフェリーが止めたというシーンでした。本当に会心の勝利、今日は KO を狙ってというだけありました。拳を突き上げました。加山俊治です。
そして一方の佐伯の方はご覧の表情です。まあ、引退覚悟で臨んだという今日の試合ですが、力を出し切れないまま終わったという印象でありました。まあ、先ほど、沼さんからも、もう少しディフェンスをという話もありますし、攻撃の面ではどうなんですか、加山。もうちょっとこういうところが欲しいなというところはあります？まあ、そうですね、顎を引いてガードを、ね、顔の前からその出すことと、ちょっとその連打する表面にちょっと向きすぎですから、角度を変えてですね、いろんなその攻撃の工夫をもっとすると KO、はい、率も上がってくると思いますね。はい。まあ、前々回の試合から右アッパーもかなりものにしたようですし、トレーナーに聞きますと、こうパンチの角度とか種類を今増やしているんだという話ですが、大橋さんどうですか、そのあたり増えてきてますかね、なんとなく。そうですね、今日はあの目立ったパンチは右ストレート、右アッパーだけだったんですけど、まあ、これにプラスね、僕が練習してもらいたいのは、あの左フックですね。ちょっと左フックが少し苦手なような感じなんで、この強いね左フックをそのマスターしてもらいたいですね。まあ、これで左フックが身につけば鬼に金棒という感じがしますね。先輩の、ね、吉野君みたいな、はい、ああいう左フックがあれば鬼に金棒ですよね。そうですね、楽しみです。次の3度目の防衛、どんな戦い方をするのか。加山、今日は2度目の防衛見事成功でございました。このメインイベントは大橋さんと